ええ、二十七歳で国税で働いています。パワハラや長時間労働からゆっくり時間を作るために個人事業主でアルバイトでもしながらやっていこうと思っています。ゆりゆきさんならどんなアクションをしますか。ボキ級トーイック八百ぐらいで英語は喋れますが無能です。えっと転職すればいいんじゃないかな。<laughs> えっとまああの国税が向かないのであればでも多分あのそのボキ級をすでに持っててトーイックも八百があってでその国税やめたいっていうのだと。 多分、仕事自体ちょっと向いてない気がするんですよね。でまあ確かに税務署長時間労働なんですけどなのであのもうちょっと緩い会社で契約社員とかで働けるんじゃないかなと思います。あの募金一級で契約社員ですっていうとあのすぐに仕事見つかると思うのでんで働いてみてまあ,あのなんかむあむ合わないなとかだったらもうさっさと辞めるっていう感じでなのであの自分の相性の合う会社っていうのをちょっと探してみればいいんじゃないでしょうか。 あまあその長時間労働が例えばその派遣社員とかだと基本的にはもう契約で何時から何時までって決まっててサービス残業しろみたいにならないんですよねで契約なのであの辞めたければいつでも辞めなのでパワハラをする必要もないっていうのがあるのでなのであのまあそのなんかスキルを貯めてそのキャリアをとかっていうタイプではないと思うのでなのでとりあえずあの契約社員みたいな形であの自分の相性のいい会社っていうのを見つける方がいいんじゃないかなと。